皆さんこんにちは。インストラクターのふうみんこと長尾文子です。ウォールボクササイズを皆さんが安全で効果的に行えるように、ボールの選び方やフォーム、パンチの打ち方を説明していきたいと思います。まず足がつく大きさのボールを選んでください。そして弾んだ時に膝の角度が90度以上になるような大きさに膨らませましょう。ボールの真ん中に座って背骨をまっすぐに立てます。鎖骨も横に広げるエクササイズなので、肩がボクシングのように丸くなってしまうと腰に負担がかかりやすくなるので気をつけてください。基本的に斜めのスタンスで構えていきますが、この時もボールの真ん中に座って膝つま先は外向きです。そして下腹に力を入れて背骨を立てていきましょう。パンチ構えは親指を上からかぶせて顎のあたりですね、脇を締める、肩はリラックス、背骨を伸ばしてこのまま弾みながらツイスト、左右に肩を振っていくのが基本となっています。これだけでも下腹に結構効いていますので、便秘などちょっとお悩みの方は効果が出てくるかもしれません。打ち方は肩を前に出していきます。その時にかかとを上げて、かかとを少し上げて内ももでボールを押すようにしていきましょう。内もも全体で押していきます。基本的に背骨をまっすぐの軸にして肩を左右に振っていきます。ウエストを回旋、フック水平、アッパーは垂直、ストレートは肩の延長線上で体の内側で打っていきましょう。肘が外に出てしまうと肘に負担がかかりやすいので、そこは気をつけて行います。どうでしょうか。このようにいろいろなところに気をつけて行っていただけると効果が現れます。ボールを内ももで挟むようにすると、普段鍛えにくい内転筋にもすごく効いてきます。パンチは大きく肩甲骨から動かすようにすると背中にも効いてきます。このようにいろいろなところに10日間で気をつけて行っていただくと、10日後には体が引き締まってくると思います。